Guten Tag! ZF スーパー GT レポーターの伊沢エイミーです。今回皆さんにご紹介するのはあちら、タイヤメーカーブリヂストンが運営するホスピタリティブースです。チームスタッフの方々にとっては憩いの場となっているということですが、普段は一般の方は入ることができないということで、今回私が潜入してみたいと思います。それでは早速お邪魔したいと思います。失礼します。わっ、すごいレストランみたいになってるんですね。こうやっておしゃれなウッド調のテーブルだったり椅子だったり、可愛らしい。あと見てこれ、塩コショウの入れ物がこうなんかブリヂストンのタイヤをちゃんと履いてますね。可愛らしい。凝ってますが、まるでカフェに来たようなね雰囲気ですよね。うわ、おしゃれ。お、何か運び出されてきた。パスタ？ということは、見てください、こちら。キッチン！シェフがいますよ。パスタ茹でてくれてます。すごーい。ブリヂストンの円谷さんにお話を伺いたいと思います。このホスピタリティブースですが、はい、まるでレストランのような作りになっているんですが、はい、そもそもなぜこのサーキットにこのようなブースを展開されているんですか？もともとですね、我々はこちらをホスピタリティブースとして、うん、チームの監督であったりドライバーさんであったり、あとは我々のカーメーカーさん、関係のあるカーメーカーさんとの打ち合わせの場、それと我々のスタッフがここで食事をできるようにセッティングしてますね。食事というのはなんか人気メニューがあったりとかするんですか？そうですね、基本我々ここで以前は、メインディッシュだったりしたものを出していたんですけれども、ここ数年はパスタのみを日替わりで提供させていただいてます。なるほど。シェフをですね、東京のレストランからこちらに来ていただいて、毎煎こちらで作っていて、毎煎生パスタを入れて温かいものを召し上がっていただくようにしてます。そのパスタはここに来ないと食べれないんですか？来ていただくのも OK ですし、あらかじめ何食分何時にくださいっていうことを我々が対応供給させていただいているチームさんからオーダーをいただいて、取りに来ていただくとか、お持ちするっていうようなこともしてます。すごい素晴らしいサービスですけど、私もパスタ食べたくなっちゃいました。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。 ZF ジャパンモータースポーツでは皆さんからファンレポーターを大募集中です。憧れのドライバーや監督と直接触れ合って最高の夏の思い出を作ってみませんか？ ZF ジャパンモータースポーツのホームページからふるってご応募ください。それでは次回もお楽しみに。